サポカー S ワイド車装備の例。先進安全自動車とは、高度道路交通システムの一部で、自動車に様々な先端技術を用い、車両そのものが運転を支援するというプロジェクト。また、その車両そのもののことを指す日本では、国土交通省自動車交通局を事務局として、大学、自動車メーカー、関係省庁をメンバーに加えた。 先進安全自動車推進検討委員会が中心となって1991年より推進している。SF 作品などで見られる全自動走行ではなく主体となる運転者をサポートすることを目指している。2014年現在、市販車への搭載はかなり急速に進んでいる。背景にあるのはアイサイトやスマートアシストなどのヒットとそれを受けての各社の 対抗馬投入である。全2社が比較的普及価格帯の車両にも搭載されているため、それらへの対抗という意味で今後新車における ASV は一般的なものになっていくことが予想される。特に自動ブレーキに関しては、日産、ノート、鈴木ソリオ、ホンダ N ボックス、輸入車では、フォルクスワーゲンアップといった低価格帯の車両への搭載も、 相次いでおりメーカーも搭載を懸念している。特に国内で市場も大きく競争も熾烈な軽自動車においてはシェアの大きいダイハツが市場投入しただけに他3社の対応も待ったなしである。2014年12月にフルチェンジした鈴木アルトはバンにもレーダーブレーキサポート搭載オプションを設定しバン RBS 搭載車は 軽商用車発の ASV かつ最も安い ASV となった。前述のアルトやダイハツミライースなどのように、車両本体価格100万円未満で買える ASV や2018年5月に一部改良を実施したダイハツハイゼットトラックのように AT 仕様のほか MT 仕様が設定されている ASV も存在しており、2018年9月現在形における ASV は上の 1000cc クラスの A セグメントもしくは 1500cc 以下のクラスの B セグメントより普及が急速に進んでいる。蒸気のうち複数が含まれているものを記す。日産、鈴木などは ASV のペットネームを持っていないが ASV 自体はあり ASV であることを CM でアピールしている事例もある。特にアイサイトのキャッチコピー。 ぶつからない車に代表されるように衝突被害軽減ブレーキは2017年、現在の ASV の目玉であり、それ自体のペットネームは、ASV のペットネームを持たない、前述2社でも用意されている。結局、各社とも、ペットネームの有無にかかわらず、衝突被害軽減ブレーキを、ASV のアピールとして利用している状態である。ありがとうございます。